んにちは、シエルです。久しぶりにカルディにお買い物に行ってきました。どさというわけで、今回はこちらのカルディの購入品を紹介したいと思います。気になったものをね、ポン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 って買ってきたので、今回初めて購入したものもあります。今回の購入額が5500円ですね。食べ物、飲み物、食べ物、おやつ、いろいろもろもろです。あ、一個ね、すごい気になるものがあったんだけど、まずはこちら、パクチーのポテトチップス。パクチー苦手な人も結構いるかもしれないんですけど、私はパクチーが大好きなんですよ。パクチーポテトチップス購入してみました。はい、ちょっと似てるんですけど、こちらはアボカドトルティアチップス。こちらトルティアチップスということで、このまま食べても美味しいと思うんですけど、私はあのアボカドのペースト状のものを作ってディップして食べたいと思います。はい、続きましてこちら、焼きトウモロコシ。これはなんだろう、トウモロコシのスナックみたいな感じかな。こちらカルディブランドのものですね。私トウモロコシの天ぷらとかがすごい好きで、そうなのでこちら購入してみました。可愛く並んでおくれ。これは一目惚れしたものです。ボーロかっこひよこという卵ボーロのひよこの顔が書いてあるものです。これもカルディのものですね。これちょっと開けちゃおう。多分袋のままじゃ伝わんないから、ちゃんとみんなにひよこ見せるのね。あ、なんかこれ可愛くない？可愛いのがいました。ちゃんとどう頑張ってもピンボケします。あ、こうやるのか。美容系 YouTuber みたいな、見えますかね、卵ボールのひよこ。うん、ボールです。こちらはカットドライフルーツ、いちじく。無添加無着色の、まあ、いちじくですね。最近外食するときにいちじくのサラダとか、いちじくのデザート系とかもよく出てくるので、なんか旬なのかなと思って、こちらのいちじく購入しました。はい、こちらトマトカレー。こちらもカルディのものですね。私辛いカレーがちょっと苦手なので、トマトベースなので、比較的辛みは少ない方かなと思っています。はい、続きましてバターチキンカレー。こちらもカルディのものですね。はい、これはね、何度か食べたことある大好きなカレーです。これは初挑戦のバラ先軟骨のすき焼き風煮込みというものです。はい、ご飯ワインによく合いますということで、私はこれは丼にして食べたいと思います。はい、美味しそう。レンチンで簡単にできるそうです。はい、では続きましてパスタ。大人向けパスタのベニズワイガニのトマトクリームですね。オマールエビのトマトソース、牛肉とイベリコ豚の粗挽きボロネーゼ、パスタソースはこちらの3つを購入しました。こちらも初めて塩ラーメンという、はい、こちらカルディのカップラーメンですね。大人になるにつれて塩ラーメン選びがち。はい、こちらが、ちょっと気になった、これも初めて購入します。野菜がいっぱい、人参ドレッシングということで、なんか人参ドレッシングってなんか買うタイミングがあんまりないんですけど、お店で出てくると結構人参ドレッシング好きなので、今回はこちら、これカルディ、あ、これもですね、カルディブランドのものですね。で、なんか最近野菜いっぱい食べたいなと思って、ハモンイベリコスライス24ヶ月熟成という、はい、こちらは生ハムですね。ちょっと高級な生ハムです。生ハムといえばのこちらです、チーズミニブリー。これは大好きで何回も買ってる。そう、これね、意外と少ないんだよね。3つぐらいしか入ってないの。そう、だからいつも大事に食べてます。開けちゃおっか。これはね、小さい丸い形のチーズがね、3つ入ってるんだけど、これぐらいね、もうね、開けたらすぐなくなっちゃう。ちょっと大事に食べたいと思います。はーい、大好き、これ大好き、いつも買っちゃう。生ハムチーズときたらお酒飲みたいところなんだけど、私はお酒が飲めないので、こんなものを買ってみました。こちらの小さな瓶のボトルはプレミアムジンジャーエールです。はい、これ初めて見たの。ネオっていうのかな、すごいなんか高級そうでしょ。なんか外に食事行くときはお酒飲めないんで、いつもジンジャーエールなんですよ。お家でのお供にこちらのちょっと高級そうなジンジャーエール、これをね、お家で飲みたいと思います。あと飲み物を2つ買いました。こちらです。こちらがウォーターメロンスイカで、こちらがマンゴージュースです。このね、マンゴージュースは60円で激安だったんですよ。で、これはね、120円ぐらいだから倍。そうそうそう、なのでちょっとこの2つ購入しました。はい、フルーツジュースも大好きで、終盤戦にかかりました。バナナタルト、
はい、これもカルディのものですね。角切りバナナ入りということで、なんかバナナが食べたい気分だったので購入しました。まあこういうのはねコーヒーとかに合いそうだなと思って。はい、でラストです。ラストに紹介するのはずっと気になっていたものを買いました。カルディといえばコーヒーですよね。コーヒー、そんなコーヒーのゼリー、このコーヒーゼリー、これずっと気になってたんだよ。結構さ、おっきいんですよね。手のひらサイズ。まさまキリマンジェロコーヒーゼリーということで。これもまあカルディブランドのものですね。なんか普通コーヒーゼリーって言えばミルクっていうイメージなんですけど、ミルクと一緒にね、なんか粉砂糖みたいなのもついてるんですよね。コーヒー自体が苦めなのかな？ね。ちょっと茶色っぽい砂糖がついてます。はい、これすっごい気になってたの。ようやく買えました。というわけでこちらコーヒーゼリー購入しました。カルディ購入品だったんですけども、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、ちょうど20点のお買い物でした。というわけで今週はこのカルディの購入品とともにおうち時間楽しみたいと思います。カルディさ、パッケージが可愛いのが多いからさ、いろいろ買いたくなっちゃうね。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。